もしな、お母さんがこの旅館閉めてこの村出るって言ったら、イヒカはどう思う？領事が帰ってきやへんのは寂しないか。お父さんとお母さんのことやし。お母さんな、ずっと旅館のことしてるから何も知らんねん。いいか、どうしよう。親父の財布も普段のカバンも服もなくなってるから、どっか出かけたんやろ。まっ、私はまだ子供やから。